まーちゃん、やったでしょ。まーちゃん、まーちゃんやったでしょ。あれ、まーちゃんやったでしょ。まーちゃんやったでしょ。あれ、ね、あれだよ、あれ、これ穴開いとるよ、壁に。まーちゃん、まーちゃんやったでしょ。ってことでね、今日はですね、マギーが壁に穴を開けてしまったので、それをね、修理しようと思いましてですね、じゃーん、はい、こちら買ってきました。壁紙修理キットですね。はい、まあ、これを使ってですね、壁を修復したいと思います。まーちゃん、やったでしょ。やったでしょ、じゃあね、やっていきましょう。マギーはちょっとおとなしく待っててな。いいか、おとなしく待っててな。やるぞー。環境をつけば危ないからな。カッターでね。危ない危ない、マギちょっと向こう行って。危ない。おもちゃで、本当でした、おもちゃで。危ない。まーちゃん。まーちゃん。危ないよ。あっ、かっ、ほら、ほら。ほら。ほら、返して。返して、かっ。俺、壁紙。返して。あかん。あかん、あかん。あがっ、ダメだ、大事、これ大事、大事、危な、もう貼る前から穴はここやったで。よし、ダメだ、ダメだ、投げ、いいこと。わあ、結構ね、これ、これ、これ、やっとる。ダメダメダメ、マギダメ。マギお前入っとくか、ちょっと入っとくか。あー、ダメだ、これはちょっともうダメだな、危なすぎるで。よし、マギちょっとハウスに取ってじゃん。はい、危ないですのでね、マギはこの中でちょっと待っとってもらいましょうか。グレン、応援してくれとるよ、ひょっとして。見てくれとるやん。結構ね、いい感じに切れたと思うんですけどね。あとは、糊でくっつけるだけですね、この周りを。おお、もう分からんでしょ、これ。よく見たらそれは分かるけどさ、あの経験者とかのプロの方がこう見てたらへったくそだなって思うかもしんないんですけど、初心者の本当に本当にもう素人の DIY なんで、ちょっとその辺はねご勘弁ください。よく見たらついてるですけどね、線がね。まあね、こんだけ綺麗になれば正直もうね上等。まあ、じゃあもう壁やめてよ。ね、ぐーちゃんはやんないもんね。ぐーちゃんは絶対そういうことやらん。まーちゃん、やめてよ。ね。
はい、ってことでね、今日の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。あー、なんとかなった。